はい、皆さんこんばんは、ワドツです。今日はですね、2017年8月の15日、夜の17時43分です。よろしくお願いします。今ですね、急遽思いついたんですけれども、昔から念願だった企画がありまして、新宿にあるトークのライブハウスができる、ロフトプラスワンという、会場があるんですけど、そこで何かイベントをやりたいっていうのが昔からの夢だったんですよ。で、まあ、やってみようっていうことで今走り出してます。今そのプロットを作ってるんですけど、雑ワングランプリって言って、まあ雑談配信者の中で一番強いやつを決めるイベントっていうのを企画しようと思ってます。で、今アイディアとか参加者とかをいろいろピックアップしてるので、もしよかったら企画に参加してください。よろしくお願いします。あとね、協賛の特権とかね、ちょっと考えていかないといけないから。はい、ボンいらっしゃい、ヤノラッキーいらっしゃい、コリンセイいらっしゃい、フーフーマンいらっしゃい、カークンいらっしゃい、ジョーカーいらっしゃい、カカいらっしゃい。おー、ワカメさんお疲れ様です。お、黒柴さんお疲れ様です。楽しんでってください。で、俺が今考えてんのは、チケットは、2500円。決定事項を書いておこうか。決定事項を書いていきます。決定事項を書いていこう。ノートに書く必要ないよね。キャパね、150から。いろいろ全部書いていくよ。テキスト。会場。11月よって、こんな感じでワン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 書いていこうか。これくらいで文字読める？あ、青さん、風船ありがとう。これくらいで文字読めますか？皆さん。OK だったら、読めたら読めるって書いてください。今画面に表示させてる文字読めますか？25日予定って書いとく。11月25日って言ってたっけ？空きがあるの。11月25だっけ？なんつってたっけ？ 11 月の25土曜日か。土曜日予定。あとは？読める？ 25 日土曜日を予定していて、時間か。時間が、19時から19時から、22時と、3時間、3時間と。二部制にするんだよね、それで。二部制。二部制。で、諸場代はね、いくらかどうかっていうのはもう話終わったんですけど、諸場代はない。時間は何時でも。で、二部制、企画。
金額がいくら？あ、チケットね。料金。料金。2500円。プラス、ワンドリンク。プラスワンドリンク。なんか。2回とか3回あり、2回とも3回あり。あ、違う。あの、お客さんは、あの、2500円払ったら、ずっと入れるということ。お客様は2500円払ったらずっと入れます。ただ、あの、演者が2回転します。演者が2回転。あのね、2500円だと、2500円だときついかな。150埋まって2500円で19万バックでしょ。単価上げようかな。単価ごめん、2500円じゃなくて3500円で計算させて。3500円かける、ちょっと待って、計算させて。150は52だから、55からこれで 50% バック、こっちがプラマイゼロか。3000円、ちょっと待ってね。3000円入場料だと、ちょっと待ってね、3000円でいいのか。3000円、ちょっと待ってね。3000円だと3000円かける150、3000円でもいけるかな。5000円だと余裕は出るね。5000円だと余裕出る。3000円、あのね、ここをみんなに相談なんだよ。ここみんなに相談ね。もしお客さんで来るとしたら、テーブル付きで見たい。スタンディング嫌でしょ。スタンディングだと300入るんだよ。スタンディングだと300入るんだけど、椅子のみだと200人なの。で、テーブルプラス椅子だと150なのよ。どう思う？で、3000円プラスワンドリンクの3500円にすると、あの、テーブルと椅子で余裕が出てくるの。どう思う？3500円かける150は、これが採算合うんだよ、正直。だから、採算が3000円、そう、スタンディングだと売り上げ悪くなる気がする。3時間スタンディングきついっしょ。5000円は今のところ考えてない。3000円だとテーブルと椅子が全員に用意されてる状態。どう？それだったら3000円でどう？3000プラスワンドリンク。でも、これは満席にならないと無理な。全部チケットさばけての話。トークで立ちはきついよね。やっぱ150で計算すべきだよね。うん、普通で問題ない。超えちゃう高い。じゃあ、ここ3000円でいきます。あとは埋めること考えよう。うん、埋めること考えます。で、今度そうすると、OK。3000円でいきます。3000円でいきます。3000円で。素人のイベントで。素人のイベントで3000円は高い。2500円かな、タビカさん。でもね、そうすると採算とギャラが合わなくなってくんだよ、俺の計算だと。採算とギャラが合わないっていうのがあるんだよね。そのゲストが多く呼べなくなる可能性があるの。パフェプレゼントありがとう。コリン星さん、パフェプレゼントありがとう。だって捨て頃とかでも、捨て頃いくらだった？最低チケット最低5000円でマックス1万2000円だよ。だからギャラもいくらにしないといけないかもね。椅子だけの席どっちもありってのは無理なの。あー、なるほど。
なるほど。テーブル、ああ、なるほど。演者決まったら教えてください。配信でみんなで考えますよ。もう、ブッキングも配信中にやります、全部。ぜひぜひ、協賛考えてください。よろしくお願いします。そうか、協賛も協賛であったら、あれなのか。協賛特権も作らないといけないのか。かーくんさ、もしなんだけど、そこそこのネームバリューとメンツでイベント、まあかーくんが納得する形でできたとするじゃないですか。協賛特権何が欲しいですか？かーくんが「おメンツいいじゃん」ってなるとすんじゃん。で、その上で協賛特権なんか欲しいのあります？協賛側の目線で。それを、そのアドバイスが欲しいですね。例えば舞台に上がって一言協賛から一言みたいな、そのオープニングみたいなのでもいいし、その、いや、協賛のテロップを一画面映してくださいとか、CM みたいに動画化するときに協賛は何々様の提供でお送りしますとか、もしくは席を最前列とか、何がいいですかね、協賛特権。あとは決めなきゃいけないことは？なんだろう。最後、最後、一人で見に行く人はテーブルよりも椅子だけの方が恥ずかしくないかも。ああ、なるほど。ハーフにするってことか。150で200だから。要は、テーブル席付きと椅子だけ席を作るってことだよね。で、料金分けるってことだよね、青さん。なるほど。仮になんだけど、じゃあ、セゴロはね、最低価格が確か5000円で、マックスが1万2000円だった記憶がある。で、8000円の席、1万2000円の席、5000円の席。CM と最初に協賛の名前。なるほど、なるほど。協賛特権、席は一般と別にしてほしい。ああ、なるほど。OK です。じゃあ、それならぼっちでも行きやすい。OK。じゃあ、テーブル席、S 席、SS 席って作ればいいのか。なるほど。150、椅子付きどれくらいの割合で考えた方がいいかな。はい、ちえみさんはどっち？100、2500円かける100は25万、25万。テーブル席付き。テーブル100席？ 100 席だよね。ぼっち参戦。わかりやすく言うと ABC、ABC、席 ABC か。ABC。じゃあさ、C の価格は2000円だとするじゃん。2000円、チケット2000円。で、これ3000円っていうのはさ、150が3000の計算なの。A 席はいくらにすればいいかな？ A 席。VIP 席、通常席。演者はね、今、演者の前に今、演者は俺の予想だと12人。俺抜いて12名の構想だね。プラスワン、座敷席もある。あ、そうなんだ。ハチさん、ありがとう。座り5000。テーブル S。座り5000。前列1万5000。え、高くない？ギャラリーさん。じゃあさ、一番安い C 席2000円賛成な人手を挙げてください。ただ座るだけ。席しか用意されてない席で、見る人。ぼっち席。C 席2000円 OK。チケット。C 席2000円どう？ C 席2000円。2000円いいよね。で、これを100名計算するね。
100名で B 席はテーブルテーブルの価格どうするかだよ。だから3000じゃ採算取れなくなるのよ。そうなってくると、そうなってくるとどうすればいいんだろう。テーブル席いくつにする？じゃあ B 席を3500円、 B 席3500円、これ椅子テーブル付き、 B 席椅子テーブル付き3000、 OK OK、 これ50席50名で、A 席が、A 席に特典にしようか。A 席いくらにしよう。BC は同じ値段はありえないでしょ。だってテーブル席とさ、だったら3000円が採算ボーダーなんだから、全部3000円にする感じになっちゃうよ。いや、違うんだよ、違うんだよ。順番的に企画のある程度概要をまとめてから、今からブッキングに入るのよ。ある程度概要だけこっち側でまとめないと、そう、声かけらんない。企画は、メンツはってなってくるな。だから、こっから電話かけていくの。で、調整かけていく。A 席特典で VIP にする？協賛席にする？どう？協賛席。B 席3500円、 C 席2000円、席で A 席、 VIP 席っていくらぐらいが VIP かな、協賛付き、協賛席、協賛席いくらぐらいにした方がいいんだろう。もうどう、こういうのだから便所さんってすげえよな。A 席5000円でさ、協賛つけるのって安すぎない？それ。多分協賛になる人って金持ちなんだよ。だから、変に安くしなくてもいいと思うんだよね。ロフト系列は独自の採寸によってバックの計算してますね。以前にイベント何度か。あ、カレオさんね、実は問い合わせもう終わってます。先ほど電話させていただきました。だから、バック計算とかも全部頭に入ってます。ありがとうございます。アドバイス。1号は取りすぎじゃない？どうなんだろう、協賛の名前入れるんなら。8000円、 VIP って聞くと1万取ってもいいよね、正直。1万取ってもいいような気はするよね。いや、俺 VIP だったら1万取っていいと思うんだけど、切りよく1万にしようか。まあ席が埋まるかどうかは別問題として、 VIP切りよく。そうしようか。じゃあ A 席1万円で、一応仮ね、これ。仮料金にします。1万円、!1 億円にすんの？矢野ラッキーさん。じゃあ、料金。これ全部仮と書いとかないとね。仮と。後で揉めるから、VIP、 分析、VIP 席、うまくいったらフグを奢ってください。いや、1万でいいの、それだったら別に進んで、かーくん。
VIP 席1万、S 席、席、S 席、3500円。例えば最低3万とか飲み食いし放題。あー、なるほど。あ、でもね、感情が多分あれかもしんない。席、A 席、A 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 席、2000円。でもいい案だな。飲み食いし放題いい案だな。これでいいか。とりあえずこれはこれで OK。 じゃあとりあえずこれでしょ。ここまで OK だよね。あと決めなきゃいけないことはコンセプト。あ、そう、お客さんに飲食するかでバック率影響しますね。あと当日だけのオリジナルメニューがめちゃめちゃ売れます。おお、いいこと聞いた。当日だけのオリジナルメニュー、いいこと聞いた。じゃないとギャラ代とか上がらないよ。ん？じゃないとってなんだろう。で、生主のギャラをどうするかだな、決めないといけないこと。問題点。生主のギャラ？生主のギャラだな、今度。いや、ふわっちだけに、考えてないですね。課題。課題は、ギャラ、賞金、商品、こんな感じと、こんな感じか。そうなんだよね。ギャラもかかるんだよね。ギャラいくらで、どうなんだろうな。あ、まあ、やべえ。ちょっと待って。うわ、消えちゃったよ。うわ、うわ、うわ、もう最悪。うわ、今書いたの全部消えた。なんで？うわ、最悪。消えたわ。消えた。飲食持ち込みダメですね。もう一回書き直し。ちょっとなんで消えたの？うわ、やっちゃったよ。最悪。出場者が全てだね、本当に。ちょっと待って、もう一回書くね。ロフトプラスワン、最悪。
料金。仕込みとか恥ずかしいわっつって1500円。はい、どうも。あと何か言ってたっけ。時間は確定っすね、うん、夜にやんないと意味ないと思ってて。上優呼んだり攻めてますね。僕岡田敏夫さんとかあのでよく見てて、それで、であと何書いたっけ。こんな感じ。ああ注意書きか。はい、ワード2注意書きが、ドリンク代、ありがとう。ドリンク代が、ありがとう。これで OK かな。これで OK か。OK だよね。次のテキスト。二部制はこっち側に書こうかなと。お客さんに二部、こっち側お客さんの情報を書いて。二部制っていうのはこっち側に書こうかなって思ってる。あ、ありがとう、教えてくれて。で、課題と、課題。あとなんだっけ、ギャラ、ギャランティー、賞金、
概要。こんな感じかな。こんな感じで伝わる？企画内容。A グループ6名、B グループ6名、各グループでお題に対してトークをし、グループの中で一番面白い雑談な話を決めますと。決勝戦では1位に選ばれた2名が戦い、最強の雑談な話を決定します。どうでしょう？どう？どうでしょうか。ギャラ1万ぐらいになるよな、12名。で、勝敗は参加した、生主と、来店したリスナーさんに、投票して決めます。これでどうだろう。どうだろう。ワドウさん、カー君、後で連絡してください。落ちますと。え、どういうこと？カー君、後で連絡してください。カー君、後で連絡してください。あ、決まったら連絡してください。あ、了解です。あ、ありがとう。教えてくれて。1万でフリートークするって、そしたら花火の方が稼げるから来るかね。良好な関係気づいて。そこはあるよね。そこはまあ、俺の普段やってる行いだよな。どうなんだろうね。
そこはまあやってみないとわかんねえって感じかな。そこは普段の俺の3年間じゃない4年間の集大成だから。まあもう最悪1人で20万払って1人で喋るわ。誰も来ませんでしたっつって。はい、こんな感じです。で、どういうことを話すかっていうと、フリートークコーナーを5分ずつ設けたりとか、1分ずつ設けたりとか、こっち側がお題を出す感じ。トークのテーマは。シュワッチさん。MC は僕です。要は、はい。ででん。配信で今までで一番つらかったことをお話しください。そういう感じ。っていうので、なんつうの、一つの A グループ、B グループの中に、4コーナーぐらい設ける感じ。配信もちろんします。配信もちろん。で、滑らない話も入れようか。最後。どう？滑らない話ね。滑らない話。要は鉄板ネタみたいな。滑らない話を披露してもらうコーナーね。滑らないは絶対最後にしようか。滑らない話と。で、MC はどうじゃない方が面白くなりそうだけど。コメントないのに雑談する。あ、じゃあコメントさばきコーナー入れる？ どう？コメントさばきコーナーみたいなのを入れる？ダメだこりゃ。ダメだこりゃ。配信でリスナー案件は一応入れない方針で考える。その現場の空気みたいなのって考える。MC 芸人雇えば。俺出演者でやんの？俺は企画側に回りたいかな、正直。MC 側に回りたい。MC 側に回りたい。配信上では言えない話で、配信上では言えない話。あ、それいいね。テロップ1、配信上では言えない話。配信で回すんだけどね。あ、じゃあ配信で言えない話ってぶっちゃけトークみたいな。あ、カミングアウトにしようよ。テロップ。カミングアウト。今まで配信してないカミングアウトをしますっていう、カミングアウトっていうテロップにね。カミングアウトと。カミングアウト。トークテーマ。トークテーマ。滑らない話。滑らない話。あ、スカイプ何人でじゃなくて、誘うよ、これから。声かけていくよ。これって文字潰れてない？読めてる？大丈夫？どうしようかな。カミングアウト、滑らない話。読めてる？ありがとう。
滑らない話はまああれしといて、こうしよう。これどうかな？当日参加した人、リスナーさんからの質問レターに対する回答。これどう？当日、参加したリスナーさんから俺がフリーで、例えばさ、カミングアウトと滑らない話はさ、要は台本書けるじゃん。ネタを作れるじゃん。当日までに。だけど、この参加リスナーからの質問レターは、俺が当日パッてめくって読み上げるの。だから、アドリブ力。で、参加した人も読み上げられるかどうかの楽しみがあるじゃん。うん。これ最後に持ってこうよ。質問レター。これでいくか。これでいこう。そうそう、米さばきなんだけど、コメントをさ、そう、物理的に見せるのが難しいから、ある意味米さばきみたいな感じで、アドリブ系のやつで、あとはトークテーマ、何が見たいかな。当日カミングアウト、滑らない話、質問レター、質問レター、質問レター、何がいいかな、何が盛り上がるかな。カミングアウト、滑らない話、質問レター、MC は俺がやるね。じゃないと MC 無理じゃないかな。もう一人置こうか、俺の横に。俺 MC 側に回りたいと思ってるけど。やめた方がいい？ MC。だってさ、MC やるやつよりも面白い生主がやってないとダメじゃない？ だってさ、俺が一番トーク下手なんだから、MC で成立しない？あいつ出せよってならない MC に石川紀之さん、仮にだよ、仮にうなちゃんマンとか石川紀之さんとかになったとすんじゃん。俺回し全然うまいよ。俺回しめちゃめちゃうまいよ。芸能事務所の知り合いとかもいるよ。俺も出てほしいの。俺で全然いいと思うよ。普通だと思うよ。お、マルキーさんいらっしゃい。ルーレットアプリでいくつかの時事ネタ用意して、出たトークでネタ、雑談力。ああ、面白いな。いや、司会は結構重要なポジションだから、自分でやるわ、やっぱり。いや、そこ得意だよ。全然大丈夫、MC は。俺がやる、MC は。笑ったら負け。今考えてるのは、演者が10ポイント、各6人が10ポイントずつ持ってて、で、観客席は1ポイント。
で、全員がみんなに投票するみたいな感じでやろうと思ってる。それどう？で、最強を決めるみたいな。それダメかな？青春時代から現在まで。青春時代から現在まで。自己紹介をあえてやるか。リスナーアンケが、ふわっちリスナーアンケがないから。いや、雑談王だね。雑腕グランプリだから。雑談王を決めるって感じ。雑談が一番うまいやつを決めるって感じだね。雑談とは何かっていう感じだよね。奇跡は過去から今までを映像で流す。おお。自己紹介、あえてやってみようか。フリートークみたいな感じで。どうなんだろう。自己紹介からいこうか。まずは、ベタに。一番最初、自己紹介からいこうか。自己紹介。じゃあ、あと一つテーマ。予選テーマね。予選テーマ。予選トークテーマ。自己紹、いや、もちろん尺あるよ。自己紹介とか全部尺あるよ。だって1人1分持ち時間で6分かかるわけでしょ？1分。これで1分。1分か。これ6分で30分。30秒でいいか。30秒でいいか、自己紹介。1分で12分で終わらないのよ。これでも50分ぐらいかかる。かかっちゃうよね。30秒で15分で終わったら、そこはだから MC の腕の見せ所でしょ。司会進行が俺。司会進行が俺。あ、司会進行俺です。シンプルが一番だよね。あと、なんか一個ぶち込みたいな。何がいいかな。何がいいかな。何がいいかな。出演者はだからこれを今、あと予選トークテーマ決めたら、一人一人ブッキングしていく。俺が電話かけていく。要は、こういう企画やりたいんですけど、出てくれませんかっていう。この課題が全部決まったら、この12名にブッキングをしていく。いや、3時間しかないから、映像を流す時間はない。
ビンゴ大会ビンゴ大会やっちゃう？どうすかな、最後のトークテーマ。一回さ、一回そのみんなこう協力してもらいたいんだけど、最後のトークテーマなんか一個いいのない？自己紹介、カミングアウト、滑らない話、質問レター、あともう一個一応案で、結婚式の二次会、名前を変更しました、さんいらっしゃい、アドバイスありがとうございます、ビンゴ、何が当日生で来たら何が見たいですか、当日生で来たら。ビンゴはちょっとやる気ないかな俺は。ビンゴが盛り上がったら笑うよね、ウェーイっつって、テレビ当たったぜーっつってね。で俺今一個考えたんだけど、討論か、討論6人でやる、6人で喧嘩凸はどう？その A グループと B グループの6人で喧嘩凸ってどうすか、フリーでカーンつって6人がもうごっちゃごちゃに喧嘩すんの、それ面白くない、それどう、それどう、6人がいきなりカーンってなったら、おいてめえよって言って、確かにラップバトルみたいなのはいいね、それにしようか、6人がいきなり、おいこのブスみたいな感じで罵り合うみたいなのどう、それどうすか、喧嘩突っていうか口喧嘩どう口喧嘩どう、口喧嘩賛成の人手挙げで、口喧嘩どうすか、口喧嘩リアル喧嘩突、エフェカシーの低い世界に引きずり下ろされるよね、そうしようか、それ最後滑らない話の後に持ってきたくない、オッケー、みんな賛成、じゃ滑らない話の後に持ってくわ、質問っていうか最後だよねこれ多分、最後リアル喧嘩突、うん、トツではないけどね、リアル喧嘩トツ、喧嘩ディス、6人でディス、これでいこうか、いやだって企画の内容まとまってないのにブッキングできなくないですか、今企画概要を流すために、やだ、どう、賛成でよかったら、よかったら手挙げてください、この時点でトークテーマ一応仮で決まりで OK だったら皆さん手挙げてください、 OK でしょうか、これで次のテーマに行っていいでしょうか、どうでしょう、どうでしょう、OK ですか、 OK でしょうか、はい、じゃあ次いきます、じゃあ決めないといけないのはどうしよう、ギャランティーの方をいくらにしようか、賞金、賞品、ギャランティー、怒鳴り合いとか後味悪いかな、一応仮ね、全部じゃあ次のテーマ OK っていうことで次のテーマいきます、出演者さんのギャランティーと賞金を決めたいと思うんですが、皆さんで、いくらぐらいがいいっていうの、例えば賞金なしでいいよ、ギャランティーこれくらいとか、ちょっと書いてもらってもいいですか、ギャランティー、ちょっとみんなでお願いします、ギャラ勝者一人総取り、ありっすね、ありっすね、俺は一応統一がすごい良かったね、全員3万っていう便所さんの方式はなんか後味悪くなくてすごい良かったっすね、ギャラはね相手によらないで、やっぱりそのスポーツじゃないけどナンバーワン決めようっていうイベントだから、やっぱりその
ギャラは統一したいと思ってる。で、賞金の方がいいと思ってる。ギャラは統一がいいですね。ステゴロ一律で誰からもクレームなかったんだよね。誰からもクレームなかった。ギャラは低く賞金は高くだよね、やっぱり。ギャラは低く、ギャラ低いって無難に統一、いくらぐらいかじゃあ書いてみて、みんな。12名のギャラね。12名のギャラ。いくらぐらいが妥当っすか ?12 名。じゃあ、こうしようよ。賞金は A グループ、B グループの1位はいくら、優勝者いくらにしない。どうしよう。5万 ?1 人5万 ?60 万かかるよ。1人5万払うの。マジでふわふわってさ。いや、別に匿名じゃなくてもディスとかじゃないから、普通に意見言いやすいと思うよ。ギャラなし、12面のギャラがみんな頑張る。あ、あの、松本人志方式か。それで行く?ギャラなしで、総取り20万で行く。総取り20万。ギャラなし、総取り20万。どう?キャパはね、150っすね。キャパ150っすね。書いておこうか。書いておきます。こっちかな。20席いけるかな。20、ちょっと待って、50、150だから、150の50で100席、200席だから25席いけるかな。だいたいこんな感じかな。だいたいこんな感じ、だいたいこんな感じ。交通費はそこなんだよね。交通費とかじゃなくて、もう一律のギャラ払うとかはどうなんだろう。ギャラ出ないと出ないよね。3万、36万か。平均ね、1500円から2500円って言われた。ギャラはファンが心づけとしてポチ袋で渡せるように。それいいね。そういうなんか、リスナーさんからのその賞金支援みたいな、あ、いいこと考えた。賛成かどうか。いきますよ。いきますよ。僕の案、いいっすか?いきます。僕の案は、これです。一律、ギャラ、2万5千円。交通費込み。一律、ギャラ、2万5千円です。OK? ここまで。で、賞金は、優勝賞金の金額を、リスナーさんからポチ袋預かって、総取り。優勝賞金。どうでしょう?要は、この大会の、運営として預かると。で、運営が最後、ポチ袋をバッて広げて、リスナーさんから5000円とか1000円でも参加できるじゃん。どう?それを全部バン。どう?どう?で、当日発表。当日発表、これは。当日発表で、総取り。違うの。それは、銀行振込も込みで賞金出すの。要は、前もっていける。入場料とか関係ない。言ってる意味わかる?要は、優勝賞金名目で、お布施をもらっておくの。当日までに。賞金いくらかわかんないで、当日公開。当日公開。どう?どう?心付けが、これでいこうか。こうしよう。それでいきます。それでいきます。OK ですか ?OK? これいいやんだね。
2万5千円。かっこ。込みと。交通費込み。で、賞金。賞金は、賞金は、お布施って言えばいいのかな。お布施、こういうのおひねりっていうの、なんていうの。だから別にあれだよ、お布施は強制はしないって感じ。どうだろう。どうでしょう。これで。当日までのリスナーさんからのお布施の全額。2.5万でも30万だけど、俺、正直赤くらってもやりたいって感じなの。だから、正直言うわ、10万赤くらってもいいの。だから、俺からポケットマネー出す。極端な話。今回は赤でもいいと思ってんの、俺は。で、正直、そのチケットで埋まるじゃん。で、ギャラが、19万ぐらい俺にバックが入んのよ。150人埋まったら19万バックが出るのね、俺に。で、2万5千円の12名だといくらだ？ 2 万5千円の12名だと、5万、15万、30万だよね。30万だよね。合ってる？ 2 万5千円かける12。2万5千円、2万5千円、かける1230万。10名にするじゃあ。参加者10名で行く。確かに12名多い気がする。5対5で行く？減らそうか。出演者減らします。出演者減らします。参加者10名にします。参加者10名。こうしよう。カカの意見ありがとう。飲食をたくさん出すのが。そうだよね。3時間で2万5千円が妥当じゃない？こうすると、ギャラが25万だからちょうど良くなる。これどうすか？いや、今からブッキングをしていく感じで。要は誰に声かけようっつって。10人にした方がいいよね。じゃあこれでいこう。そうすると25万の出費だから。俺の取り分はだからこれ全部総額払って浮いた分だね。だから正直多分赤食らうと思う。俺は10万赤食らう計算でやってるけど、フードが売り上げたら、まあまあ、よしとする感じかな。いいんじゃない？これ。OK でしょうか？この辺で問題点どうだろう？客呼べなかった滑ったら反省しますよ、高橋さん。ちょっとトライしてみます。冒険してみます。最初の提案ならいい感じ。確かにこける可能性、俺、演者次第だと思ってんの。演者次第。ぶっちゃけ。客呼べるかどうか。だから2万5千円と、当日までのお布施の全額。お布施っていうか、協賛にしようか。協賛にしようか。なんて言えばいいのかな。いや、2万5千円で10人で25万が限界だよ。やっぱり。1万は高い。スポンサー席？でも別に A 席の3500円にすればいいんじゃないの？どうだろう。これで OK な、問題点ありますか？問題点は、ゲストの来る内容で席の価値が決まるのでは。そうだね。本当にそうだと思う。ロフト安い食事。心付けは応援してる配信者に渡したいな。でもそれってさ、青さんさ、花火とかで応援できるじゃん。後で。今日面白かったねとかさ。個人的な支援はできるじゃん。当日までのお布施が微妙？賞金のところが微妙？みんな。いや、問題点見てるよ。ちょっと待って、ふわふわっち。ちょっと待って、コメントが早いんだよ。もう一回書いて。盛り上げますから。ちょっと待って。元ライブハウス経営者の赤になるの分かりますよね？分かります。
そう。だから普段できるわけじゃん。だからこの企画に対して、ナンバーワンに対して、こう、渡すみたいな。演者はイベントは客呼んでくれると思ってるから、演者は基本イベント以外は客呼ばない。あ、僕が集客します。集客ノルマは一切与えないです。当日透明の箱に入れるのが、そうするとさ、ふわふわっちさんさ、当日透明の箱に入れるのもできるんだけど、なんつうの、来れない人からの支援を断ることになっちゃうから、賞金は多ければ多いほどいいと思ってんの。ギャラゼロにして賞金10万円、それだったら、おいも、賞金もっと上げられる。雑一に出るで花火もらえるんじゃないの？雑話に出るで。おいぽんね、正直それなら25万もう吐き出すから、賞金25万にしてもいいよ。そっちだったら。サッシーさんね、ごめん。今回の、なぜこれをやってるかっていうと、これを決めた上で今からブッキングするの。雑話やりたいんだよって言ってもさ、雑話って何？ってなるじゃん。だから、こうこうこうで、こういう企画で、こういうコンセプトでっていうのを決めてから、今から俺が伝達していく。サッシーさん、それで OK？ で、今、ピックアップ、声かけていくのが、ナーボー、石川紀之、国井デップ、ヨッサン、TJ、香川プロ、ポンスケ、関親子、ガメラさん、ウナ、モンちゃん、ドレさん、パンコ、橋本くん、こういう感じ、OK？ もう、その話から、まずコンセプト決めてから、失礼のないように、今から電話していこうってことになってる。OK でしょうか。1位10万、2位8万、3位7万。ギャラなしってこと？ギャラなし。金映えさんは実はなんかリスナーさんからピックアップがなかった。雑談じゃないって言われてた。いや、俺が呼ぶかどうかじゃなくて、みんなが見たい人ね。違う違う違う。誤解しないで、みんな。俺が呼びたい人じゃなくて、みんなが決めるの。みんなが呼んでって言って、こう、俺がブッキングするって感じ。OK。例えば、爆本が来るならギャランティー合ってるけど、学生バンドなら高い。まあそうだよね。そう、だから金額に関して言ったら、もうこっち側で提示するしかないから、とりあえずこれでいくわ。本人が良ければ振り込んだ人のあだ名と振り込み金額は読み上げるようにするといいんじゃない？あ、それは全然やりますよ。僕が運営だから、それは全部できるから。ポンスケさんも入ってるね。ポンスケさんも入ってる。ちょっと待って。まず、もうこれさえ決まったら声かけが始まるから、ギャラと賞金に関して決めましょう。ここが決まんないと、ブッキング声かけらんないから。賞金出すと後で揉めそう？賞金なしにする？称号だけにする？賞金なし？ちょっと待って、賞金消すわ、じゃあ。賞金揉めてるね。もうここ最終段階ね、金ね。賞金一回消すよ、じゃあ。ギャラと。ここね、一番。ここどうしようか。で、俺の希望としては絶対ギャラは一律。揉めたくないから。声かけも、誰に渡るかわからないお布施を出すリスナー少ないかもよ。囲ってる生主に渡したい。それは、だから、普段の配信でもできるじゃん。っていうか、ぶっちゃけた話、例えばなんだけど企画が成功しました。多分帰ったら花火バンバン飛ぶから、頑張ったねっていうことで、頑張った生主は飛ぶから、それはそれでできるじゃん。普段の放送で。振り込むわとかさ。100%賞金だと揉めるか。1位だけ総取りだと出るかな。どうなんだろう。どう思う、みんな。1位総取り案とギャラいくらか出す案、もしくはバランス取る案があるんだけど、うなちゃんマンは多分難しいっすね。面白かった人にお布施渡して最終金額多い人が勝ち。それだと、結局、なんだろう。それはどういうこと？リアルタイムで当日の150人だけ？でもそれってさ、お布施金額、金持ちがいて100万渡しちゃったら終わっちゃうじゃん。わかる？そうすると、金持ちリスナーがついてる人が勝ちだから、本質的な雑談が面白かったかどうかじゃなくなっちゃうじゃん。だ、そこなんだよね。総取りの方がいい。クレイジーの方が配信向けじゃない？緑よっさん欲しいな。欲しいね。バンドとブッキングどっちが難しい？配信者の方が僕は難しいっすね。バンドは出たい出たいって、もうそのライブハウスに出るっていうのがステータスだったりとか、なるべく安くブッキングしたいって対バンが、ニーズがあったから、声かけて数打ちゃ埋まったのよ。だけど、今回の場合、生主の場合、なんつうの、
いろいろあるから、今回の方が僕は難しいと思ってます。ギャラ2万5千円から3万円だけにするってこと。お布施はやめた方がいい。賞金はやめた方がいい。お布施は当てにしない方がいい。お布施は内容を見て MVP ボーナス。じゃあ、みんなの意見だと、総取りっていうのはなしにして、賞金は一旦保留にして2万5千固定でどうですか？どうでしょうか？確かにね、囲いリスナー多い人が勝つの決まってるやんっていうのもあるよね。そうそう、お布施は後の花火で上がるから、その個人的なお布施はいらないと思ってるんだよ。あ、わかった。そういうことか。個人的なお布施が多くて、じゃあ、点数とは関係なくて、個人的なお布施で、おお、すげえっていうコーナー。わかったわかった。そういうことか。要は、この人、おお、100万もらったよみたいなのが見たいのか。そういうこと？俺が気づいてなかったわ。その場で現金を何々様から何々万円振り込まれてました。すげえっていうのが見たいってこと？これ点数とか関係なくて。そういうことで OK？ これ提案してる人。確かにそれは面白いかもしれないね。そういうコーナーか。それはでも点数には反映させらんないけど、ちょっとそれは見たいような気がするよね。ギャラ一律がいいよね。振り込みじゃなくて来た人でしょ？それは面白いね。それはコーナーで入れない？それ見たいよね。あ、じゃあ分かった。提案です。賛成なら賛成って言ってくださいね。決勝、A グループと B グループで5人の中から決勝戦あるじゃないですか。決勝戦でお布施対決のコーナー入れませんか？どう？決勝戦に進んだ人のみ、会場でお布施タイムがあると。それ見たくない？どう？これ決勝に進んだ2人が、では今からですね、って。お布施タイムでーすって言って音楽バンバン流して、会場にご覧の皆様って、会場の、前にボックスが用意してありますと。で、もしよかったらお気持ちのお布施をしてください、どうぞーって言って、みんながコーラとか飲みながら1000円入れたり500円入れたりするっていうコーナー。どうでしょう？どうでしょう？そのワンコーナーとして、お布施タイム。そう、来た人だけで。それどう？お布施タイムがあるっていう。で、それは全額、その決勝の2人、A グループ、B グループはもらえるっていう。それは嫌だ。気分が悪い。難しいな。どうしたらいいんだろう。それ盛り上がらないか。わかった、OK。じゃあ、なしね。OK、わかった。なしね。難しいな。オッケー、わかった。アッキューわかった。金絡むのは良くない。じゃあわかった。賞金なしでやる。どうでしょう？賞金なし。賞金なしで一律2万5千円でどうでしょうか？お金が払うとあれだっていうなら、ギャラを払うっていうことで。賞金なし。難しいっぽいね。ちょっと気分が悪いっていう人多いから、米いらないでしょ。どうでしょう？賛成でしょうか？ 2 万5千円一律。賛成ですか？どうですか？ 2 万5千円。どうでしょう？賞金なしで、一律2万5千円でどうですか？みんな平等に。いや、そうなんだよ。分かってるんだよ。分かってるんだよ。だから、便所太郎さん、すげえ苦労したのが分かってるん、分かるよ、本当に。賞金は、だって違う、ギャラが俺の負担だから。ちいさん。まず、25万を俺が自分で出すわけだから。チャンピオンになるボス名称は、だから、表彰状とか、盾。一応、俺が考えてるのは、盾。なんかこういう、なんか雑腕グランプリトロフィーみたいな、なんかそういうのがいいなと思ってる。いや、名前を変更しましたさ。今、なしになってるんだからさ。ちょっと勘弁してよ。一回なしになったんだから。賞金100万円だったけど、賞金は嫌なんだって、みんな。グのこっちょ。どうしようかな。難しいな。
レンタルは他の企画にもよく出てたし、横野さんが作ってやってたかな。そうなんだよね。捨て頃みたく戦うことになったプロセスもないし。どうすればいいんだろう。10人でマックス払えるのは2万5千円なんだよな。難しいな。当日の投票と生主の当日の投票っすね。ふわっち配信者限定だと集客どうなんだろうなっていうのはあるかな。どう捻出するか置いといて、俺もありだとは思ってるけど。ギャラは上げますよ。どっちにしろギャラは出しますよ、ちいさん。そういう話ですよ。難しいね。入場料の分配ってどういうこと？入場料から出すんだよ。ギャラを捻出するんだよ。高いギャラ払って大手集めた方が集客もうまくいっても儲かるぞ。この今表示してる金額、席数あるじゃん。これで捻出できるのが20万なんですよ。もし100、全部埋まったとして。OK。OK。全部埋まったとして捻出できるのが20万なんですよ。賞金なしなら。なるほど。じゃあアンケート取ります。OK。OK。アンケート取ります。アンケート。ちょっと待ってね。アンケート使います。OK。ちょっと待ってね。もうこれで決めよう。アンケートをちょっと見たい。はい、皆さん3分間のみの投票です。3分間のみの投票です。皆さん投票してきてください。よろしくお願いします。3分間のみの投票です。3分間のみです。投票してきてください。よろしくお願いします。3分間のみです。 よろしくお願いします。URL 見てください。Twitter で、アンケート機能を使っております。よろしくお願いします。3分間のみです。一件 DM 了解です。DM 来てないっすね。あやりんさん、雑談の件 DM 来てないっす。DM 来てないですね。僕の Twitter じゃないんじゃない？あやりんさん。勝ち負けシステムをやめれば。勝ち負けシステムをやめるイコール雑腕にならないっていうか、雑腕のコンセプトから外れちゃうから、どっちにしろナンバーワンは決めないといけないね。ギャラプラス賞金が多いかな。ギャラプラス賞金。DM 来てないよ、あやりん。どれだけ煽るかも大事。大事だね。
俺だったら、俺が今のポジションだったら正直ギャラなしで出たい。メンツによるけど、俺はギャラなしでも出るって決めるね。ギャラなしでも出るって決める。俺だったら、正直。当日までに盛り上げ方で賞金か。賞金出すならギャラなし。M1 グランプリではギャラ出さない。なるほど。名誉のみだ。確かに。なるほど。でもよくよく考えたら、優勝賞金だけで思いっきり釣るっていうのありだよな。確かに。シンプルに25万にする？ギャラなし。ギャラなし25万にする？ でっかくいく？でっかくいる？本人より先に声かけて。どうすんの？ああ、なるほど。予算に送ってくれたんだ。ありがとう。どう思う？俺がもう25万用意してギャラなし。どうでしょう？トークじゃなくて格闘技。それ捨て頃じゃないですか、高橋さん。初期100万も出せないから。雑談競うんだもんね。じゃあ、それで行こう。賞金のみ25万、賛成でしょうか？どうでしょう？もう大きく出て、ギャラなし。1位に、25万円、どうでしょう？どうでしょう？ 50 万も捻出できないって、だから。50万も電数できない。アンケートの意味ないね。消しときます。すいません。アンケートの意味がなかったけど。交通費も実費。だって芸人さんの予選とか全員タダで出てるでしょ。予選。どうでしょう。どうでしょう。1位賞金25万。ただね、石川紀之とか1日で25万以上稼ぐんだよね。どうでしょう。日当25万はやる。参加するかどうかだよね。でもね、ギャラ2万5千円でも大手動かないよ。正直。交通費補助は、だからもう名誉で行こうよ。名誉で。もう。名誉で行かない？どう？名誉のみ。プライドのみを争う。もうだから、どっちに転んでも反対意見出ちゃうんだもん。どうでしょう。みんなだったらどうする？自分だったら。要は、2万5千円にするか、25万1人に渡すか。エグさん、ありがとうございます。私はまあ来ないです。これから交渉するために企画のプロットを作ってる感じです。で、最後のギャラで揉めてるんですよ。だからブッキングに入れない感じ。全てはメンツなんだけど、1位に25万渡す方がいいのか、ギャラ2万5千円払った方がいいのか。でも俺25万だな。俺だったら。俺が出たくてモチベーション上がるのは25万の方。10人で3時間っすね。3時間だけど、決勝戦があるんで、A グループ、B グループで。1位総取りで行きましょう。はい、すいません。独断で決めさせていただきます。意見、本当にご意見たくさんありがとうございました。本当に、ないがしろにするわけじゃないんですけど、決めないといけないんで、決めさせていただきます。すいません。本当に参考になりました。本当にたくさんご意見ありがとうございます。決定です。1位に25万円、僕の方から責任を持って出します。よろしいでしょうか。僕の方から25万、自分で完全にケツ拭きます。1位総取り25万でよろしくお願いします。決定です。よろしくお願いします。じゃあ、これでいきます。決断です。
すいません。ご意見ありがとうございます。本当に。ただ、お布施とかはやめます。金を、リスナーさんを金の扱うようでっていうのは、もっともなご意見でした。で、みんなにギャラ出した方がいいんじゃないのって、僕もそう思います。配信者苦しいです。ごもっともだと思います。いろんな意見ありがとうございます。すいません。一律25万でやらせてもらいます。すいません。よろしくお願いします。では、ブッキングに入りたいと思います。ブッキングに入りましょう。呼びたい生主、呼びたい生主の名前をピックアップしていってください。でもどうしようかな。俺ここで今悩んでることがあって、俺から声かけるんじゃなくて、参加者募集してみない？俺から声かけると結局お前が選んだんじゃ、でも声かけないと難しいよな。どうしよう。誰か出たい人。決定事項は議題に明記しておく。ここに書いてあるのが決定です。今決定です。ここ交通費込みっていうのは何でしょうか。今ここに表示されているのが今仮の決定事項です。ギャラなしって書くとあれだから、こうしとこうか。これが決定事項です。今日中に全て決めないといけないわけじゃないよ。全然誰か出たい人いるかな。どうなんだろうな。募集枠やってみる。一応決定じゃなくて募集枠やってみる。募集枠、それどう？俺から決めるんじゃなくて募集枠どうすか。次枠またいで募集枠どうでしょう。一回決定とかじゃなくて出たい人のとつまちはどうします。一回決めるじゃなくてストックで。お誘いはもちろんしますよ。募集枠やってみない。弁護さんもやってたじゃん、募集とつまち。どうでしょう。声かけももちろんしますよ。声かけももちろんしますけど、一応その要は10人埋めないといけないのよ。仮想しか来なくてもリアクションを見てみたくない？どんな人がかかってくるんだろうっていう、一応どんな人がかかってくるんだろうっていうさ、一応その仮想でも面白いじゃん。そのみんながさ怒り狂うみたいな、まだ早いとかさ。募集枠やろうよ。やってみようか。一応運営巻き込めば、ふわっちの運営さんは、企画何回か相談したんだけど、ダメだったね。いや、だから決定ではないですよっていう、あくまで。決定ではないですよっていう。雑談系以外はいらないっていう。まあ、仮想枠なのに仮想しか来ないよって。じゃあやめとく？じゃあ募集枠やめる？一応プロセス楽しみたくない？募集枠。大手数人決まれば早く決まるよね。このイベントはふわっちで配信します。鉄丸さん。募集はやめる？俺から声かける？そうそう、募集しつつ大手にも連絡するわけだよ。じゃあ次枠いきます。じゃあ皆さんお疲れ様です。次枠見てくれる人フォローよろしくお願いします。たくさんのご意見ありがとうございます。次枠いきます。オツです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう